車に描かれてる紋章、まさかあの伝説の大商人マスエードのものか。そういやこの辺りの出身だって聞いたことがあるな。自らの足で東西の大陸全てを回った男マスエード、その旅をまとめた商売録は全商人の憧れと言っても過言じゃない。こんなところでお目にかかれるとはな。商売録拝ませてもらうとするか。が伝説の大商人マスエード、あんたに聞きたいことがあるんだ。人に物を尋ねるときはまず自分から名乗るものだ。おっとこれは失礼。俺は商人のパルテティオってもんだ。その商人が隠居した老人なんかに何の用だ。あんたの噂は子供の頃から聞かされてきた。大盗賊団を相手にした取引の話や西の小国を飢饉から救った話、あと王族相手の大立ち回りってのもすげえ印象に残ってて。何の用かと聞いている。商人ならば相手に伝わるように話せ。だよな、失礼。なら率直に言わせてもらう。あんたが綴った商売録、俺に読ませてくれ。断る。帰れ。え？二度言わせるな。お前のようなどこぞの馬の骨に見せる筋合いはない。馬の骨って、おいおい、そりゃねえぜ。それに馬の骨には馬の骨なりのプライドってもんがある。俺だって商人としての腕に多少覚えはあるぜ。ほう、腕に覚えか。だったらお前に一つ課題をくれてやる。どれほどの馬の骨かわしに力を示してみろ。面白いじゃねえか、受けてたっせ。いいだろう。わしが商人として最も大切にしている宝、それをここに持ってこい。え？お前も商人の端くれなら分かって当然の答えだ。理不尽だと思うのならさっさと諦めて。面白い。客が望むものは必ず仕入れてくれ。それが俺の思う商人としてのあり方だ。あんたの宝、必ず突き止めて持ってきてやるぜ。やれるもんならやってみるといい。大商人の宝か。まずは手がかりを探さないとな。町の中に何か知ってる人がいるかもしれない。少し聞いて回ってみるか。
これでどうだ。よろしくね。約束の大商人の宝持ってきたぜ。ほう、見せてみろ。大商人の宝はこのあんたの娘さんだ。ハズレだ。出直してこい。え？確かに家族を何よりの宝と思う者もいるだろう。だがわしが今回出した課題の答えではない。出直してくるんだな。課題を出されたんだ。え、確か父さんが言ってるのは商人としての宝だよ。あんたの商人としての宝は物やお金じゃないはず。商人としてあとは自分で考えてみてね。じゃあ、頑張って。俺の商人としての宝、それは確かに物や金じゃない。そうか、俺の一番の宝は俺自身だ。ってことはマスウードもきっと挑んでみる価値はありそうだな。頼もう。私を雇うだと？何のつもりだ、馬の骨。あんたの宝、それはズバリあんた自身だ。あんたは商人として最も大切にしている宝って言ってた。商人だったら誰もが大切にしてる宝がある。それは気づいた人脈や知識、経験の数々。物や金なんかよりもよっぽど大事なもんばっかだ。違うかい？正解だ。よくわかったな。俺も同じ宝を持ってるからな。それにあんたの娘さんから手がかりももらっちまった。これでわからなきゃ商人やってる資格なんてねえよ。まさか物事の本質を見抜ける商売人がまだ残っているとはな。お前の前にも商売力を求める奴は何人もいた。だがどいつもこいつも宝はわからずじまい。ずいぶんつまらん世界になっちまったと思ってたが、ほら受け取れ。この鍵は
商売録を収めた書庫の鍵だ。好きなだけ読んでくといい。おお、え、いいのか。わしはもう老いぼれだ。死んじまったら宝も消えちまうだろう。だからお前さんが受け継いでくれ、商人パルテティオ。我々先人の宝をな。はあ、任せとけ。頼もう。
Okay.